快適な空間を創造する研究をしてます。いわゆる光るプラスチックに電気を流して、それで、有機EL っていうんですけども、こういった発光デバイスを今開発してます。それは今スマホとかテレビに使われてるわけなんですけども、種類的にはもうかなり薄いんで、もうペラペラになります。例えば今のスマホもこう折りたたみになりますし、逆にペラペラペラって広げてもうタブレットになったりとか、それからぐるぐるぐるってこう引き出したりとか、もう形は自由自在になりますね。それをもっともっと普及させるために、その製造方法を変えていきたいと思ってて、今はあの半導体を作るような巨大な装置で作ってるんですけど、それをそのインクジェットプリンターのような非常に小さなコンパクトな安い方法で作れるような、そういった研究をやってます。30年前から始めたんですけど、最初本当基礎研究で、これが実用化されるかどうかって全然わからなかったんですけど、それが今やもう実際自分が身につけて使えるようになったんですね。それが一番嬉しいですね。やっぱりこう努力しないと絶対に成功にはたどり着けません。で、努力っていうのは必ず誰か見てると思うんですよね。ですからそういう企業に行っても大学に残っても人の見てないところで目標に向かって頑張るっていう姿が一番大事じゃないかなと私は思いますね。